東山魁夷について勉強していきましょう。東山魁夷、1908年生まれ、戦後を代表する日本画家として知られます。魁夷は明治41年に生まれました。父は戦軍を扱う商人であり、魁夷は海に面した神戸で育ちました。18歳で一人上京し、東京美術学校日本画科に入学、結城蘇明に師事します。21歳の頃には山国の秋が定点に入選、日本画ながら輪郭線を最小限にした当時の流行を反映したものとなっています。東京美術学校の卒業後、魁夷はドイツに留学、2年間滞在し、ドイツの風景やフラ・アンジェリコなどの作品に大きな影響を受けました。魁夷の帰国後、大和絵系日本画家の川崎祥子の娘であるスミと結婚。しかし父親が急死し、家庭環境は暗い状況が続きます。また画壇が定点から分点への再編の時期であり、魁夷の作品は落選を続けました。この頃の魁夷の代表作は山、魁夷32歳の作品であり、当時の画壇の流行であった力強い輪郭線が特徴です。魁夷にとって不幸な出来事が続く中、太平洋戦争が開戦、魁夷も歩兵として召集を受けますが、訓練中に終戦を迎えたことで生還します。しかし出征中に母と弟が病死したことで、魁夷は実家の家族を全て失いました。戦後兵役を解除されて画家として再出発した42歳の魁夷が発表した作品が残照です。魁夷が作風を確立した最初の作品として知られ、輪郭線のない色面だけで山陽を描いているのが特徴です。続いて1950年に発表した作品が道、単純な色面だけで構成されており、一本の道というシンボリックな主題、幻想的な色彩が特徴です。戦後の日本画を代表する作品の一つとしても知られ、本作で魁夷の人気は不動のものとなりました。その後の魁夷は灯火、緑響くなど幻想的な日本画の名作を多く生み出しています。そして1999年に90歳で亡くなるまで、日本を代表する画家の一人として存在感を発揮し続けたのでした。以上。